ゆで人間誰かで
ているから、そんなに悩んでいるの、愛が愛が彼女に言っちゃうよ。私が負けるわけがないし、負けるわけにもいかないんです。ありがとうございます。夏目とハナジの曲続きました。この曲は甲斐真美子の恋という曲です。皆さんも一緒によかったら手拍子お願いします。君の好みのタイプはどんな子、ある朝気になって調査に出かけたの。次が6月の
20日第3土曜日に161倉庫で決まっております。あと8月のちょっと先なんですけど、8月30日曜日に札幌、姉ちゃんでしょ、姉ちゃん、ね、ニュートラル、札幌ニュートラルでもライブが決まっております。100、120組くらい出るそうなので、そ嘘かもそっか、ぜひ足を運んでほしいなと思います。はい、川原さん、はい、次の曲は、次の曲はね、次の曲はチャクラという曲なんです。この曲は、本日で3回くらい、披露、3回くらいの、そうだね、まだ3回しかやってないよね、披露3回くらいの、できたてホヤくらいの、ね、ホヤホヤホヤではないんだよ、ホヤくらい、ずれてます、大丈夫ですか、ちょっとずれてます、いや大丈夫、ちょっと許容範囲、これ大丈夫、あ、いい感じ、あ、いい感じ、はい、大丈夫、ちょい左だけどいい感じ、な、治りました、治りました、大丈夫ですか、あ、大丈夫、あ、大丈夫、はい、ちょうどいい、はい、シャクラっていう曲です、はい、聴いてください。Thank you.
変えです。そうそう。